ジャコモ・マンズー、1964・マンズーによる、ブロンズ像マンズー作、オデュース・セウス・ジャコモ・マンズーは、イタリアの彫刻家。本名は、ジャコモ・マンズーに。息子にはフィアットで、コンサルタントとして、自動車のデザインを行ったピオ・マンズーがいる。モニュメントあるパルティージャーの、ベルガモ、フォト、パオロ・モンティー、1908年10月22日生まれ。ベルガモ出身。 靴職人の父親を見て育ち、様々な職人のアトリエの下で働いた経験を持つ。ミラノに今日構えてからは、ローマやベネツィアで行われた美術の大会で賞を受賞する。また、バチカンにあるサンピエトロ大聖堂の扉の彫刻を制作したことでも有名である。以降は、レーニン平和賞を受賞するなど実績を重ね、ベルリンやモスクワでも、 展覧会を開催して、ニューヨークの美術館でも行われた。日本では1984年に展覧会が開催、以来各地で行われている。1991年1月18日に、ローマの近くにあるアルデアという町で生去。ありがとうございます。